こんばんは。ウェザーニュースキャスターの江川さえねです。8月11日土曜日の天気をお伝えします。台風14号の接近に伴い、沖縄や奄美では荒れた天気に注意が必要です。また海上では波が高くなりますので、沿岸には近づかないようにしてください。九州から東北の広いエリアで日差しが届きますが、雨が降る可能性があります。ざっと降る雨に備えて、お出かけの際は雨具をお持ちください。また35度を上回るという地域もありそうです。体調管理をしっかりと行ってください。北海道の方では雨が降りやすい空となります。お出かけの際は濡れた時用にタオルがあると安心です。明日からお盆休みという方もいらっしゃると思います。空の変化やまた気温の変化に気をつけてお過ごしください。以上、全国の明日の天気をお伝えしました。今日も一日お疲れ様でした。